はい。では始めたいと思います。皆さん、こんにちは。えー、レクセニコーシベリソノトミです。えー、今日は2月7日に開講予定の、えー、担当ゼミの説明会を、えー、こういった形ですね、えー、YouTube アップということで、えー、実施させていただきたいと思います。えっ、ー、と、例年であれば、まあ、説明会を開いて、えっ、ー、と、生でね、こう、ご相談なく受けながら、 あのまあ、説明会をさせていただくんですけども、まあ、今年はまあこういうちょっと世の,の世の中の状況がありますので、えー、まあ来校を、ねまあ、できるだけまあ少なくするという意味においても、えー、このプロモをですね、えー、オンラインであの実施という形になりました。 で、まあ、内容としてはですね、今日お話しするのは、まあ、この担当ゼミの目的とか、あと、ま、使用、どういうものを使用するのか、まあ、テキストの見本なんかをお見せしますね。で、あと、どういう形で進行していくのかということですね。えー、そういったお話を、ま、中心にしていきたいと思っています。で、えっ、ー、と、まあ、実際、もうですね、こういった、あの、チラシができていまして、 実際あの、来校されてる方はですね、通学されてる方は、あのもう、チラシね、手に入れられてると思うんですけども、えっと、開校日は2月7日になります。で、販売開始がちょっと今年は、あの、イレギュラーな形に見えるんですけど、えっと、もうチラシ今できているんですが、2月18日から受付開始にしてます。で、これはですね、 あの、去年とか、まあ、昨年もそうだったんですけども、だいたい土曜日とか、まあ、日曜日とか来校される人たちってこう、違うわけなんですよね。日曜日来校される方と土曜日来校される方、違う講座なので違うわけですよね。で、去年だったかな、土曜日とか、まあ、木曜日だったかもしれないですが、とにかくあの、ベーシック生の通学日だったので、中上級の人が、もう来、次の、その、直近の来校で来校された時には、 もう申し込みが、あの、純生しかできないという状態だったんです。ですから、ちょっとその不公平感が、あの、ありましたので、えー、今年からですね、まあ、今年はじゃなくて今年からですけども、あのどうし、何も講義がない日を受付開始日というふうにさせていただきました。なので、2月18日、あの、チラシ持ってる方もまだできませんので、2月18日が、あの、受付開始ということで、あの、 お願いいたしますで日程ももうあの確定で出ていますので、まあ、見ていただければいいかなと思うんですけども日日日日曜曜ベベーーススですすね日曜日ベースになっていますでちょっと教室の関係もあって2月14日と2月21日の時間が2時5時ではなくてちょっと変則的な感じになっていますが。 ちょっと、ね、口述模試とかそういうのがあって教争を使う関係上こういう,うな感じになってるんですけどもあの他は全部2時5時になっているはずなので、まあ、予定としても組みやすいんじゃないかなと思います。で担当実践登練受けられる方はですねあの土曜日と日曜日を選んでいただく感じですよねあれって。で日曜日にこうやって担当ゼミが入りますのでまあ,あの土曜日を選んでいただいて。 で、まあ、日曜日は論文実践答論と、で、この担当ゼミとという形で、あの、来行していただければと思います。まあ、詳しく、もし何かこう、こういうちょっと形式的なことで質問があれば、水戸橋本校にお電話していただくか、まあ、そうですね、この担当ゼミの実施内容とかであれば、あの、本部でもいいと思いますね。弁理士官にお電話していただく感じでも構いませんので、まあ、お問い合わせいただければと思います。 で、今年はちょっとコロナの影響で、えー、かなり広い教室にこう、ジグザグで座っていただくような形で考えていて、で、そうすると生クラス定員が、あの、ちょっと40名ということで、あの、絞らせていただきましたので、まあ、ちょっとその、40名を超える、おそらく超えてしまうんで、そうすると、えっと、純生クラスに、あの、 まあ、誘導という形になりますので、あの、生クラスをご希望の方は、まあ、できるだけ、そうですね、販売開始から翌日くらいでおそらく埋まりますから、まあ、それぐらいのところでですね、席を確保していただければと思います。で、純生クラスは、あの、私のこの講義を、まあ、配信というか、まあ、同時配信で受けていただくので、時差はないんですけども、ただ、その、当てることができないので、 まあそもしですねあの当ててほしくないということであれば初めから純生クラスでも申し込みくださいあの純生クラスに行くつもりなのに生クラスで申し込みされるとまあそのそれでなくてもねちょっと今年少ない席数なのでえー、ねあの余分に席を取ってしまうことになりますから。 えー、まあそういう希望の方はですね、純生クラスでお申し込みいただければと思います。で、純生純ナクラスは特に定員を設けていないので。 まあ、そんなに、あの、100人も200人もなることは絶対ないから、あの、大丈夫だと思いますので、まあ、ゆっくりお申し込みいただいても結構です。で、あの、地方の方とか、あの、通学が難しい方、はじめから、まあ、通信利用される方、毎年かなりいらっしゃるんですけども、まあ、今年は特にそういう需要もあると考えていますので、えー、その方もですね、あの、自分は来校しないんだということで、通信、まあ、通信利用だということで、あの、1クラスでお申し込みいただければと思います。 一応その表記としては、まあ、生という感じであの受講形態通学という形で募集をかけているんですけどもあの欠席フォローが全部の回につきますので特に遜色なくあの通信利用していただいて構いませんので、えー、まあそういう形であのお願いいたします。 はい。えっ、ー、と、ではですね、早速、あの、ゼミの説明に入っていきたいと思います。で、この、えっ、ー、と、担当ゼミの目的なんですけども、まあ、もちろんその担当試験に合格することっていうのはもちろんですが、えっ、ー、と、一応点数に私は、あの、目標を、あの、まあ、限定していまして、えっ、ー、と、点数は45点以上で合格していただきたいと思っています。で、ただ、その45点の、あの、配分なんですけども、 4方で8割で下3方はまあ7割という形が理想的かなと思っていますまあ下3方はどちらかというとボーダーさえ全体で超えればあとまあ足切りに合わなければ別に4点でも構わないんですけどもあの4方の8割は死守していきたいと思っています でまあ、なぜかというと、まあ、皆さんは最終的にやっぱり最終合格があの目的ということになりますので,でそうするとですね、まあ、あの論文を書くための知識として必要なラインというのがだいたい担当の点数でいうと4歩8割なんですね。 で、やっぱりその全体の45点を取るということになると、まあ、いくら下3歩で頑張ると言ってもですね、まあ、大体の方は、まあ、4歩8割ぐらいは取ってきます。45点以上の方はね。で、そうすると、まあ、あの、 論文のの通過率は大体8割超えてきますので、まあ、最終合格に近くなるということで担当だけを考えればもちろん39でこすっていうことも政府ではあるんですけども、まあ、個人的にはねやっぱりあの担当を合格した年に論文も受かることが一番皆さんにとっても楽だと思いますので、まあ、そのまま一期合格を目指すということで、えー、と担当の点数は45点ということにしたいと思います。 で、次に、えっ、ー、と、このゼミの対象者なんですけども、あの、全く勉強したことがない経験、あ勉強した経験がない方は、あの、ちょっとご遠慮いただきたいと思います。要はもう本当にあの、ベースとなる入門講座は受けたことがありますと。まあ、そのレベルでもちょっと厳しいかもしれないですね。あの、大体受講生の方は入門講座は終わっているということになりますから、あの、まあ、その、例えば、 そうですねこれから勉強を始めるんだけども何て言うんだっけ知財検定知財検定2級は持っていますとで次の試験で、まあ、受けようとそれでも思っていると独学で、うん、でもおそらく受からないですあのそういうあの進め方っていうのは、まあ、ましてやこれ今 ね。募集かける時期が12月のもう末になりますよね。で、そこからまあその独学でっていうことになるとかなり厳しいと思うしで、今の本試験レベルを考えれば。まあ、おそらく難しいと思います。で、何が難しいかというと、今の本試験はあの知識詰め込み型だけで受かる試験ではないんですね。 やはりその事例問題を使って、長文化している枝も多いですし。まあ論文の知識がないと、ちょっと解けないなっていうようなものもあります。でそれは例えば審査基準の細かいところだとか、基本書の重箱の隅をつく。つく続くところから出しているとか、そういう難易度の上げ方ではないんですね。うまく条文を組み合わせながら、条文の範囲で出してきている枝がほとんどなんです。 でそうするとそれをじゃあ独学でねあの自分でまあその気づきながら条文を組み合わせながらやっていけるかというと私はよほどのことがない限りは難しいと思ってます。あの要は何年かやれば別ですよもちろんね。でも次の試験でってことを考えるとそれは難しいと思うし。 で、担当ゼミについてくること自体がおそらく難しいと思います。ですので、まあ全体のそのレベルを統一させるために選抜試験を行うということも考えたんですけども、まあ今ちょっとこのコロナ禍の状況にあって、ね、論文のエルゼミですら、あの、選抜試験が難しいと言ってるぐらいですから、ちょっと担当ゼミでそれをやるっていうことは現実的ではなかったので、 あのそれはやめていますけどもただ個人的にはやっぱりある程度のレベルを超えてくるからこそゼミの効果っていうものはあると思っていてあのほっといても受かる人はもちろん受けなくてもいいんですけど意外にやっぱりベースはあるんだけど20点台後半ぐらいから、ね、30点台の仲間ぐらいまでの人っていうのはベースはあるんだけどなかなかその域を達しないっていう人いるんですよね超えられないっていう人ね でそういう人たちをやっぱり一気に引き上げていきたいっていうのが一番の目的になるので、なので入門講座レベルは基本的に終了していると。でまあ、入門講座っていうのは、だから主要な条文の趣旨を学んだことがありで、要件効果が一通り、覚えてるかどうかは別としても理解はできたことがあるというレベルですね。 でそれがやっぱりあのベースになってやっとっていう感じになりますから対象者としてはそういう方を対象としたいと思いますでそして、えっと、過去問に関してなんですけどもあの別に解いた経験がなくても結構なんですがどちらかというと過去問だったら解けるのに本質の問題だと解けなくなるっていう人の方が向いてるかもしれないですねいやそれは解き方のプロセスだったりとか答えの出し方に問題があるということもあるし やっぱり過去問の答えを覚えちゃってるってこともありますから私の方からやっぱりいろいろ突っ込みを入れることで自分が分かってないこととかやっぱ不十分なところが分かるっていうことがゼミの目的なのでなので過去問を解いた経験があるかないかは問いませんのでまあともう一つ結構大事なことなんですがあの1日の勉強時間ですね。 あの、私はこの試験はやっぱり舐めてはいけないと思っていまして、あの、簡単にやっぱり、あの、受けよう、受けようっていうことは、楽に私たちの立場で言うと、まあ、たくさんの受講生を集めるためにね、あの、無責任に、こう、背中を押すっていうこともできるわけですよね。要は自分の立場を利用すれば。だけども、私はあんまりそれは、いろんな意味でいいと思っていなくて、 本当にちゃんと勉強する環境にある人だけを特にゼミは迎え入れたいと思います。店員を限るわけだからやっぱりその漏れてしまう人たちのこともやっぱり考えたいのでせっかくやっぱり席を確保するためにはそれなりのやっぱりその姿勢というか勉強する意思をねやっぱり持っていただきたいんですよね。で、皆さんはレックにとってお客さんだし、ね、あの大事なお客さんではあるんだけども。 だけども、やっぱり私にとっても、ね、私にとったお客さんっていうことよりも、むしろやっぱりその、ね、受講生として見てますから、合格させることが私の使命なので、ね、なので私がやっぱり、こう、合格させたいと意気込み、ね、いろんなものをこれやろうやろうって、こう、方法論を提供しても、実際実施できる時間がない、気持ちは多分あると思うんですね。ゼミ申し込む時点で。 だけど実際その提供するものの実施する時間がないのに合格はできないですよね。ですから具体的にはやっぱり一日2時間ぐらい勉強時間を取ってもらいたいんです。担当の復習という意味じゃないんですよ。このゼミの復習じゃなくて勉強時間として一日2時間当てられるということがなくてもう全然勉強時間取れないのにゼミまでやるっていうことは おそらくもう無理なんで合格するためのねその勉強量をこなすということで言うと無理なんでその花からも難しいっていうことであればやっぱりそこにあの無理なものをこう詰め込むっていうのもねよくないですからなのであの勉強時間の確保ということは皆さんにしかできないことなのであの必ずそこは守ってもらいたい なので、例えば担当ゼミ受けていただいてるのに、先生、勉強時間が30分しか取れないんですっていうのはもうなしにしてもらいたいんですよ。勉強時間取れてるのに実力が上がらないっていう話はどんどん受け付けます。ね、2時間勉強、先生が勉強、ね、2時間しろって言うんだから、ね、してるんだけど、全然成績が上がらないんだっていうんだったら私が責任持ちますよ、それはね、もちろん。私の責任ですよね。だけども、 勉強時間30分しか取れないんですって相談はなしにしてもらいたいんですよね。担当ゼミ生に関しては特に。ですからちゃんと勉強時間をやっぱり取ってほしい。最低1.5時間、うん。まあ2時間欲しいなと思っていますので、まあその時間をちゃんと、あの、勉強時間に充てられるということ。まあもちろんあの通勤時間とか、 まあ変な話お風呂に入ってる時間とかも担当の勉強しようと思ったらできるわけですよ,ですよねお料理作ってる時間とかねですからそういうながら勉強も含めてですよもちろん机の上に2時間座れっていう話ではないのでなのでちょっとその時間の確保ということはあの特にお願いしたいと思います。 で次にゼミの実施内容なんですがこれ実際にですねあの見せた方がいいかなと思うんですが去年の「担当特訓ゼミ」で使ったものなんですねこれ1回目のレジュメでこういう演習問題の冊子が一部ありますでこの回答冊子が、まあ、こう別にまたこう回答であるんですけども皆さんはあのこの例えば1問目からいきます でこの 1, 万1問目に関しては30秒で解きましょうみたいな感じであの枝別に時間を設定していきますでははい1問目30秒よいドンって言ってで30秒後にはいじゃあ解説に入りますって感じであの切っていきますで例えば特許すが願人は特許すが願が審査に継続している場合に限り願書に記載した発明者の氏名について補正をすることができるとでこれをまあ あの、受講生の方に、じゃあこれ丸ですか、×ですかっていうような、こう、聞き方をするとしますよね。で、そうすると、えっ、ー、と、これに関しては、えー、×バスですと。うん。で、そこで終わっちゃダメなんですよね。じゃあ、どこが間違ってますかって、私の方で聞きますね。そしたら、審査に継続している場合ではなくて、 事件が特許庁に継続している場合に限りですっていうような回答が来るわけですよね。で、まあそれで終わってもいいし、ただちょっと例えばその方がぎこちないということであれば、じゃあ発明者の氏名の他に、他にどういったものの補正に関して、例えばこの事件が特許庁に継続している場合に限りできるというふうになりますかとかですね。あるいはじゃあ審査に継続している場合に限り、 っていうところがあるけどじゃあこれあの明細書の補正だったらいつできますかっていうふうに17条の2に派生して聞いたりとかまあそういう感じでちょっとどんどん派生する枝をあの出していきますで解説冊子にこういうふうにこうちょっとポケットをつけているんですけどこれつけてるのはその派生した問題に関してのメモ書き欄ですねうん、なんかご自身でだから分かってる方はここ白紙でいいんだけど 自分がこう他の方の質問を聞いてて、あ、自分も危ういなと思ったらここにちょっとこう書き込みをしたりとかできるようにそれぞれの枝に全部ポケットをつけてるんですね。で、そういう感じで一枝一枝。で、これ今短いんで30秒って言いましたけど、だいたい一枝につき50秒が平均的な時間なんです。60問を3時間で解くっていうことになると、1問につきだいたい3分ぐらいなんですね。 20問で1時間ですからそうすると大体3分くらいなんですよで5枝で考えると大体50秒ぐらいなんですよねで平均的には50秒ぐらいなので50秒ぐらいが妥当な枝に関してはまあ50秒というふうに言いますけどこれ特許法の回なんでそんなに枝が長くないんですがまあそれでもどうかなこの辺の中間処理これ特許権中間処理のカテゴリーなんだけどこここの問題だとちょっと長いでしょ そういうものだとやっぱりさすがに50秒だと処理するのに時間がかかってねあ,のあれなので、まあ、例えば1分とか1分20秒とかですねまあ妥当な時間を設定して解いていただいてとでその時間内に解けないっていうことになるとやっぱりちょっと皆さんのペースとしても自分は遅いんだなという感じでまあ早く解くためのなんか工夫が必要になってきますよね ですから、その、ペース配分、ペースの調整っていうことも、まあやっていかなきゃいけない時期になるので、まあそういうこともですね、ゼミの中で徹底して訓練をしていくというふうにしています。で、レジュメはテーマごとにこういうふうに区切っていって、例えば補正とか、 まあ特許要件とかですね、まあ、中間特許要件と中間処理とか築城的な感じの確認ではなくてこうテーマごとに確認をしていくっていうようなやり方をしていますでこれをあの、まあ、まさしくこれが良かったってこうねチラシで言ってくれているんですけど例えばここですよねこの方が書いてくれてるんですけどね テーマごとに関連した条文の理解を深まれるような問題が厳選されているため、ベーシックコース終了後は点の集まりだった知識が担当ゼミを受けることによって、線でつながり頭の中が整理され、強固な知識となっていきましたって書いてくれてて、まあ、まさしく、まあ、この方たち、あの、お二人とももちろん合格してるんですけども、あの、まあ、いわゆる私が意図していることがうまくキャッチできているので、 まあ、そのいい効果がね発生できているっていうことなんですけどもあのやっぱりね特にそのベーシックコース生のテキストアドバンステキストってよよくでできてはいるんですよ必要な範囲の情報が全部網羅されてるからあの漏れがないっていう意味では非常によくできているんだけどもただやっぱりねこう点なんですよね畜生で。だけど担当試験ってどうですかじゃあ点で出ます そんななことないでしょう例えば肉の二の問題でやっぱり分割と関わったり国際スランと関わったり時にはパリ優先と関わったりするわけですよだから点で見てきたものをやっぱり一旦線とか面にするっていうことは実際その一点を取るための勉強としては必要な時期が来るんですよねもちろん点で見た経験がないと面にできるわけないんで もちろんそこは点で勉強するってことは必要なんだけどもそれだけだとやっぱりなかなか一点につながらないわけですよでなので担当ゼミではやはりその線にし面にしていくっていう形をとって確実にそのテーマで一点ずつ取っていけるようなそういう進め方をしていますあと隣の方ね書いてくれているんですけども条文の読み込みのやり方がわかるようになりました 先生が一つの枝からどんどん発生させた問題を投げかけてくださるのでっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、今言ったようにあのやっぱり過去問だったら解けるんだけど、ね、あの本心になると途端に解けなくなる方っていうのはそこなんですよねやっぱりね、うん、ちゃんと理解してちゃんとインプットができてないからちょっと発生した問題聞くともう分からなくなるんですよ でそれがないようにしていく、知識のやっぱり村とか穴がないようにしていくっていうことも担当ゼミの目的になるので、あのかなりね、一回分はすごくあの知識あ、扱う知識は膨大だと思います。なので、これ全部で、と、全何回になるのかな ?12 回ぐらいですかえっと、4で6で8で10で12回ですよね。総合回入れればま12回ですよね。 だから12回分を全部消化するとかなり知識の広さがあの拾えると思うので、まあ,あのそういうインプットですね。その漏れがあるだろうか。自分は一通りやったつもりなんだけども、大丈夫だろうか？っていう方には適してるんじゃないかなと思います。で、あと、私がその指導の中であの気をつけていることなんですけども、例えばね。これあの去年？ ちょっと使わなかったものなんですけども、補正の勉強を一つするの。でも条文をインプットするだけで解ける問題と条文を真に理解し、まあ、要はその何て言うのかな？味わってないと解けないものっていうものがあるんですよ。例えばこれ縦位置のところだと1問目ですね。 特許異議申し立てにおける訂正の請求において特許権者が当該訂正の請求書に添付した訂正した明細書特許請求の範囲また図面について補正をすることができるのは訂正拒絶流通知において指定された期間内に限られない。これ丸なんですよね。異議申し立ての中の訂正請求の中で、訂正請求において訂正した明細書等について補正をすることができるのは2箇所あるんですよね、パターンとして。うん 一つは取り消し流通地の指定期間でもう一つがこの定性拒絶流通地の指定期間内ですだから限られない丸ということになるんですけどこれは普通に覚えてるか覚ええてているかかなだけの問題なんですね。だからまあ限定立挙されてるものだから覚えちゃったら終わりのもので特にその何か理解してないと解けないとかそういうものじゃないから まあこういうタイプの問題だったら独学でも全然問題ないと思いますね。こういうことですよ。これ17条の5第1項ですけど120条の5第1項と6項の規定により指定された期間内に限りっていうことだから、まあ、2箇所あるんだよってことを覚えておくだけでもこれ解ける問題ですよね。で2番もそうだし3番もそうなんです。これ全部17条の5なんだけど 定正明細書の補正ができる時期は限定されているので、まあそれを覚えておくだけで大丈夫なんですね。一方で、この条文を理解して、ちゃんと理解してないと解けないタイプの問題っていうのもあって、同じ補正でも。例えば、外国語書面図鑑について最後の拒絶流通知において指定された期間内にした、語訳訂正書の提出による明細書特許請求の範囲または図面の補正が、 外国語書面に記載した事項の範囲内においてしたものである時でもその補正が却下される場合があるとこれ17条の2第3項を聞いた問題なんですが本来最後の拒絶流通知に対する補正が補正要件違反にある時は却下されるじゃないですかでも「誤約訂正書の提出による」って書いてあるんですね で17条の2第3項は別に普通の補正あの普通の出願でも外書でも、まあ、外国語特許出願でも別にその出願の種類によって3項がかかるかかからないかってことは関係なくてここですよね500訂正書書をを提出するる場合を除きって書いていあるつまり5訳訂正書を提出して補正する場合にはもう3項関係ないよっていう話なんですね。 だから3項はあくまでも手続き補正書を出したときに3項の要件がかかるので最後の拒絶流通知に対してした補正が3から6項までの要件に違反するときに却下されるわけだからそもそも3項がかからない五百訂正書による場合は却下されるってことはないわけですよねそういうちょっと条文の読み方というのかそういうことの理解ですよねで 次に外国語書面室のどの菅人が特許請求の範囲について当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてするものでない補正をするときは必ず顧約訂正書を提出しなければならないうん外国語書面の訳文に記載した事故の範囲内じゃない場合に必ずっていうところが引っかかるとじゃあ手続き補正書でやる場合でも当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内じゃない ところで、できるケースがないのか、ということですが、これは十七条の二、第三項の、この後ろのカッコ書きですね。これを聞いています。誤訳訂正書を提出して、メッセージについて補正をした場合にあっては、翻訳文、または補正後のメッセージの範囲でできるよ、と書いてある。だから、翻訳文、もともと出した翻訳文じゃなくても、補正後のメッセージの範囲でも。やあの 五百訂正書を一回出した後の手続き補正書による補正であればだから必ずっていうところでこのはなんですねこれはちょっと条文の読み方というかちゃんと条文を理解して読んでるかどうかっていうことに関わってくるのであのさっきのインプット系って書いた17条の5の問題よりも少しまあ難しいちゃんと自分が理解してるかどうかっていうのを確認する必要があるタイプの問題です。 ですから、そういうところを、まあ、うまく、こう、担当ゼミを使ってですね、わからないところを炙り出したり、誤解していることとか、危ういところを炙り出すということをやっていけば、あの、まあ、特にその、ある程度、ベースがある方ほどですね、伸びると思います。あと、このチラシの、あの、推薦者の方が書いてくれていますけども、あの、条約会、あの、PCT の会に関しては、ちょっと特別会として、特別なことをするんですけど、 私の方で、こう、一問一答形式で、あの、自問自答みたいな感じでやるんですね。うん、例えば、19条補正はいつすることができますかとかね。自分でこう、私が自分で質問を皆さんに投げかけるんですよ。で、本来であれば皆さんにこう答えていただくんだけど、PCT の回だけはそのまま私が答えます。一問一答だからずーっと自分で問答を繰り返す感じ。うん あの、国際調査報告を受けた,った後にすることができます。みたいな感じで、答えも言っちゃいます。で、これを、あの、まあ、皆さんとしては録音していただく感じなんですね。で、録音していただいて、それをひたすら、まあ、例えば電車の中とかで聞いていただければ、まあ、自分、まあ、私が答えを言ってしまっているので、その部分はちょっとこう止めながら、自分で答えを言うよい、で、合ってる、あ、次またっていう感じで、やっていただけばいいと思うんですけど、 そういう形でしか、やっぱりね、インプットって強固にできないんですよね。なので、この方書いてくれてるんだけども、条約会では一問一答形式で進まれるため、単純に暗記しなければならない記述等の細かい事項も、講義の音声データを何度も聞き返すことで自然と頭に入りましたと、うん。まさしくこれ狙ってるんですけど、私は。 耳からどんどんその質問と答えを繰り返し聞くことで皆さんがまあ全部の枝について答えられるようになるぐらいねこう聞いていただくことで PCT 多分得意になると思います。うん、あの私自身が PCT すごい得意で、まあ、そんなにまだ PCT の出題が多くなかった時代なんですけどルールも含めて全部あの網羅してたんですね自分で。で友達には PCT オタクって言われてたんですよ。 PCT って単純に本当にあのやるかやらないかだけなんですよねただやっぱりそのやるかやらないかってでも結構苦しいやり方をするのか楽に頭に入れるのかってことはやっぱりあると思っていてこうやって私がその一問一答の音声データを作ってあげることによって皆さんは多分ね比較的楽にインプットができると思います。 で、この推薦者の方じゃない男性の方も、去年の担当ゼミ生なんですけど、PCT は何が来ても怖くなくなったっていうふうに言ってくれたんですよね。この担当ゼミのおかげで。ですから、おそらく、あの、担当ゼミ生に関しては、このやり方で PCT はね、みんなマスターできたんじゃないかなと思ってまして、かなりここ自信作の回なので、まあ、ぜひ使ってもらったらいいかなと思ってます。 あと最後になんですけどもあの復習のツールを提供というのが条文の穴埋めテストをあの配布していましてあのもちろんその全部の条文ではなくて必要な条文なんですよねで皆さんが必要だと思っている穴の部分と穴を開けた方がいいんじゃないかと思う部分とでおそらく私が思っている部分っていうのは結構ねそごがあるみたいです で、そこがやっぱりずれてしまうと余計な暗記をしたり、不足が出てくる、過不足が出てくるので、やっぱり条文をね、全部暗記するのはどうせ大変なんだから、必要なところが、あの、インプットできればいいわけですよね。ですので、まあ、そこも含めて、あの、条文がちゃんと読めてるか、ね、インプットができてるかの確認ツールとして、えっと、条文の穴埋めテストですね。これを毎回、あの、宿題として、ま、出しています。 で、あとは、診断シートを配布するということを書いているかと思うんですけど、診断シートというのは、あの、そのそれぞれのテーマで、まあ、何問正解できたかっていうことによって、まあ、み、皆さんの今の状態を診断するシートなんですね。で、それによって、まあ、ちょっとどういうことが原因で、ど、どれくらい復習が必要かっていうことを書いてありますので、まあ、あの、復習の指針にしていただければと思います。まあ、いろいろ、あの、 ゼゼゼミミミ、なんで、ゼミってあの論文のゼミ私担当してる時もかなりねいろんなことをやってきたんですけどやっぱり自由度が高いんですよね、このゼミっって。やっぱり講師がある程度こう裁量で取り入れていいことになっているので、まあ、配布物もこういうものを使いたいとかこういう形式でやりたいっていうことに関してはかなり、まあ、レックも融通を聞いてくれるんですよ。 で特にこの担当のゼミはもう3年になるんですけども、あの、かなりあの合格率も高く、あの、評価いただいているので、まあ、どんどんね、あの、私も自分の裁量でいろんなことができたり、皆さんにいろんなことを聞いたりすることができます。ですので、まあ、ぜひね、楽しみにしていただいて、通常の座学の講義ではちょっと味わえないようなね、そういうスリルもありますよね。当てられるので、順番に当てていきますから、 ね、スリルもあるんだけど、やっぱりね、そういうスリルが、やっぱり頭のね、こう、定着にもなってきますので、まあ、ぜひね、頑張って続けていただければと思います。はい。では、あの、短い時間ではあるんですけども、これで私からの説明は以上となります。では、開講日にね、また新しいメンバーでお会いできるのを楽しみにしています。以上です。お疲れ様でした。